1948年6月13日没。1909年青森県で生まれる裕福な家庭であった。小さい頃から文字に興味を持つ秀才であった芥川龍之介の大ファン。しかし18歳の時、芥川龍之介が自殺したと知り衝撃を受ける。1930年カフェ店員と心中。しかし自分は生き残る。1932年頃執筆を始める。井伏鱒二に褒められ注目される。大学で落第し、仕送りが途絶えるだろう不安と新聞社の試験に不合格、失望し自殺を図る。未遂に終わる。1935年、腹膜炎にかかり鎮痛剤を過剰摂取。1935年、芥川賞に落選。ますます薬物依存に心配した井伏鱒二からの紹介で結婚。落ち着いた生活をする。走れメロス、斜陽、人間失格と次々と発表。売れっ子作家にな。しかし精神はどんどん追い詰められ、1948年、グッドバイ執筆中、玉川上水で受水自殺。帰らぬ人となりました。発見された時はくしくも彼の誕生日であった。エピソード、芥川賞が落選し、選考委員の川端康成に抗議文を書く。執筆した旅館の宿泊代が払えず、作家の段数を人質として置いていき、自分は家に帰る。彼は誰？